日本における飛行機事故と言われて、ほとんどの人が御巣鷹山の事故を思い浮かべるのではないか。しかし、日航機墜落事故以前にも、乗員乗客全174人のうち24人が死亡、95人が重傷、54人が軽傷を負うという大事故が発生している。当初は機体トラブルだと思われていた。しかし、後の調査で、これは不慮の事故ではなく、人災であったことが明らかになった。結論から言うと、犯人は機長の片桐誠二だった。1982年2月9日の7時34分、350便は福岡空港を離陸し、巡航高度2万9000フィートまで上昇した後、水平飛行に移って関東方面に飛び立った。そして、8時19分頃に羽田空港に近づいたため、徐々に降下して着陸態勢に入るように、管制官から指示があった。石川幸文副操縦士が、高度500フィートとコールしたところ、片桐誠二機長はなぜか返答せず、続いて8時43分石川幸文副操縦士はミニマムとコールすると、これに対しても小さな声でチェックとだけ返答。本来ならばゴーアラウンドもしくはランディングと答えるべきところ、規定にそぐわない返し方をしたのである。そして事件は起きた。時速250キロの速度で高度164フィートの場所を飛行していたこの時に、片桐機長は自動操縦を解除。突然操縦桿を逆噴射位置へ操作した。機首が大きく下がっていることに気づいた石川副操縦士は操縦桿を戻そうとするが、片桐機長が両手で強く押し込んでいるためになかなか引き戻すことができない。この時機体は機首を下にしてほぼ垂直状態になっており、乗客の体は座席から浮き上がっていたとされている。どんなに恐ろしい状態であろうか、この状態になるまでにコクピットには警告音が鳴り響いていたが、石川副操縦士は懸命にキャプテン、やめてくださいと叫び続けていた。しかし片桐機長は聞く耳を持たず、操縦桿を押し込んだまま8時44分7秒に飛行機は滑走路の510メートル手前の東京湾の浅瀬に突っ込んでいった。墜落の衝撃で機体は前方出入り口付近を境に2つに分かれ、破損した機体後部が機体全部に乗り上げるような形になった。事故直後に石川副操縦士は信じられない思いで、キャプテン、なんてことをしてくれたんですかと片桐機長に詰め寄ったが、本人はぼんやりした様子で自分がやったことの重大さに気づいていない様子だった。怒りが収まらず、片桐機長につかみかかっていた石川副操縦士を客室乗務員たちが何とか止めると、やっと自分たちが会場にいることに気づいたようで、片桐機長は泣き出してしまった。不幸中の幸いであったのが、350便が墜落した場所が滑走路ではなく東京湾だったことである。この事件が起きた前日、東京都のホテルニュージャパンで大規模な火災が起きていた。そのため東京消防庁はその現場対応に追われており、機体が炎上するようなことがあれば消防の手が足りなくなり、被害者はより多く出た可能性がある。とはいえ2月という真冬の水温は10度以下と低く、衝撃で意識を失っている乗客や物の隙間に挟まって身動きが取れずにいる乗客は凍死してしまう危険性がある。東京消防庁は救助要請を受けてから24分で水難救助隊、特別救助隊などを派遣し救助活動を開始。付近にいた民間の漁船も救助活動に加わった。また乗客の中でも軽傷だった者や動ける者は率先して乗務員の手伝いを申し出て救助活動を行った。水深1メートルと浅瀬に墜落したこと、明るい朝の時間帯で機首が近くに見えていたこと、そして乗客の多くがビジネス目的で同乗していた社会人であったことなどの理由で、
大事故であったにもかかわらずパニックになるものが出ず、救助活動は比較的スムーズに進んだという。石川副操縦士や客室乗務員も怪我を負いながらも互い助け合いながら懸命に救助活動を行った。しかしそんな中、気になる男の姿が見えない。機長の片桐である。なんと片桐は自分が起こした事件から40分後に我先にと救命ボートに乗り込み、事件現場から去っていたのである。航空法第75条にも機長は旅客の救助および地上または水上の人または物件に対する避難の防止に必要な手段を尽くさなければならないとあるのに、それを放棄していた。懸命な救助が行われたとはいえ、乗員乗客全174人のうち24人が死亡、95人が重傷、54人が軽傷を負うという大航空事件。事故後の調査で、以前から片桐誠二には精神的におかしくなっていたことが分かった。始まりは1976年頃、幻聴や幻覚に悩まされるようになったという。そして雰囲気も暗くなっていき、鬱のような状態に。それに伴い業務上のミスも増えてき、乗務を休むことも増えてきた。そして11月16日には成田発モスクワ経由ロンドン行きの便に乗務した際、管制官の指示に反応が遅れて急ブレーキをかける、飛行経路を逸脱するといった操作ミスをしてしまい、上司から乗務予定を取り消されてしまう。この事故の後にうつ病の診断をされ、しばらく療養していた。復帰後しばらくは国内線の副操縦士として勤務していたが、10月6日に病院からよく打つ状態にあるが機長としての勤務は可能との意見書を送ってもらい、11月からは機長に復帰。今回の事件が起きる前日にも飛行機の機体が90度近く傾いて急降下、あわや墜落というヒヤリハットを起こしている。ちなみにこのミスをフォローしたのが石川副操縦士である。前日も片桐と一緒に乗っていたのだ。石川副操縦士もどこか片桐がおかしいとは気づいていたものの、上司である機長のミスを逐一会社に報告するのは良くないと思ったのか、一連の出来事を会社に報告しなかった。そして事件は起きた。片桐誠二は業務上過失致死により逮捕されたが、精神鑑定により妄想性精神分裂病と診断され、心神喪失の状態にあったとのことで不起訴処分、釈放となった。飛行機に乗ったことがある身としては、我々は機長に命を預けているため、その機長が片桐のようなとち狂った人間だった場合は本当に恐怖である。この事件の3年後に日航機墜落事故があったことや、救助がスムーズに行われていたことから忘れられがちであるが、少なくとも乗客24人の尊い命が失われている。当時のインパクトはすごかったようで、逆噴射、キャプテンやめてくださいといった言葉は流行語に近いものになるほど世間に浸透していたという。機長の精神状態など我々は知りようがない。片桐のような機長が操縦する飛行機に当たらないよう祈るばかりである。